はい、どうも、閉店くんです。閉店くんツアー in 埼玉栃木ということでね、本日はダイエーツアーということでね、ダイエーさん、まずは最初に、ダイエーこだま店さん、埼玉県ですね。そして、その後、栃木県の、ダイエー佐野店さん、ね、本日は2店舗回っちゃおうということで、やってきました。ということでね、今日は2店舗なんでね、全勝で頑張っていきたいと思います。まあね、今までの経験をフルにね生かしてね、頑張って立ち回っていきたいと思います。ということでね、今回この回から番組を見てる方のために簡単にね番組の内容を説明させていただきます。閉店くんが10分間の実践で負けると罰ゲームが待っております。サイコロ振って1が出るとケツバット、2が出るとハリセン、3が出るとスネギロチ、4が出ると鼻フック、5が出るとサイン、6が出ると風船爆破、以上となっておりますということで、ね、まあどれも受けたくない。ただ5のサインっていうのはねちょっと受けたことがないんでね、どんなものなのかね分かんないですけど、まあね大丈夫、今日は全勝でいきたいと思うんで早速行ってみたいと思います。えいえい、入店やってきました、ダイエーこだま店さん。それでは早速店内データ見に行きましょう。あっ、地域唯一楽しめる、30杯コーナー、最新機種登場ということでね。あっ、トロピカーナも30杯の方入れてるんですね。あっ、ドラゴンハナハナありますよ。これね、まだ閉店が打ってないんですよ。ぜひ打ちたい。よし、行ってこよう。バラエティーコーナーですね。ビバノンもありますよ。最新台もあるし、前の良き台もある、残しつつって感じですね。エヴァもあるね。エヴァの1台、これまだ当たってないんですけど、218回転回ってるだけなんでね、まだまだ分かんない。451もまだ、あ、どうもありがとうございます。えいえい、あ、えいえい、ありがとうございます。ジャグラーコーナー見たいと思います。ただね、稼働がすげえみんなジャグラー大好きなんですね。秋台だと思ったら秋台じゃない、秋台ゼロ秋台ゼロでございます。いや、まいった、これ秋台ないよ閉店潰し、閉店潰しでございます。さあ、どうすか、ドラゴン花花花花がいいかな。お、そんなこと言ってたら2箱ぐらい持ってるおじさんがやめたよ。あー、取られたよ。110分の1、取られちゃいました。さあ、どうすか、155分の1、花花でいっか。エヴァで行こう、エヴァにする。このまだ1回も当たってないやつ、こいつで行きたいと思います。こいつで行ってみたいと思います。えいえい、はい、それではね、1店舗目、まずは半々にしようかなと思ったんだけどね、エヴァで液晶ある方でね楽しんでいきたいと思います。ということで、運命の10分間、スタート。おいどっか、はい、お座りパッチャス、なんもないね。お、チャンリップ来ました。アスカ、あー、弱い。さあ、リプレイすごいね。アスカ、はい。やる。無念。残念。50枚目。
追加投手。あー、3分経ったよ。あ、動いた。頼むぞ。追加か。追加ですか。どうぞ。5分切った。あ、弱いな。あとは私の手になる。あとは寝る。はい、やったー。あー、やったあれ、ここどこだったっけ。大英子供店、いい店だね、いい店だね。やったー。前回ね、あれでスイカが育っちゃってビッグだったのにみたいな。ラスト、はい、やりましたいい感じ。笑顔がかわいいレイちゃんだね。はい、リンちゃん、はい、ダメだった、残念。あ、1分切っちゃう。頑張れ俺。ああ。わらがいた。あ、終了。赤で。はい。胸、胸。はい、それでは早速流してみたいと思います。えいえい。じゃじゃらー。おー、超えた。200いけ。いかないか。170枚。はい、今回の結果、170枚。やったぜ。はい、実戦終了、実戦終了、やったーということで、ね、今回の閉店くん、エヴァンゲリオン命の鼓動を打ちまして、投資枚数が100枚の獲得枚数が170枚ということでプラス70枚です。やりましたいやーね、最初ね、ハナハナ打とうかなと思ったんですけどね、やっぱまあハナハナも好きなんですけど、まあ、やっぱね、液晶のあるね、エヴァも好きなんでね、最近ましてやエヴァがね、ちょっとだんだんこうステッチが外れてきてね、なかなか打つ機会がないんで、やっぱね、ここはエヴァでね、打ったらスイカから当たりましたよかったね、久しぶりですね、大事な初戦を勝利でね、迎えることができてね、これでまあ2店舗だけなんですけど、まあ全勝を目指してね、頑張っていきたいと思います。ということでね、今回撮影に協力していただいた大英こだま店さんの宣伝をちょっとだけ、パチンココーナーがですね、なんと1円パチンコ、4円パチンコにですね、海シリーズがなんと160台もあるということでね、海が大好きな方はね、もうここに来れば間違いなく打てますよということでね、ぜひね、海ファンの方はこちら大英こだま店さんに来ちゃってください。あとですね、スロットコーナージャグラーシリーズ、なんと40台もあるんですよ。その40台ね、今日ね、空き台がゼロということで、ビビった、ビビったマジで。あとですね、この辺のエリアではね、台選びの時も言いましたけど、30杯の花シリーズ、ね、あれがね、20台かな、うん、この辺でしか、この辺だとね、こちらの小玉店さん、台園の小玉店さんでしか売ってないということなんでね、ぜひね、30杯の花シリーズが打ちたい方は、ぜひこちら、台園小玉店さんに来ちゃって。てくださいということで、閉店くんは勝ったので罰ゲーム回避回避ということで、ね、ぜひね、罰ゲームは見たい方はね、今までの何個か振り返っていけば受けてるやつあんでそちらを見てね、楽しんでいただきたいと思います。ということで、全勝を目指して次のお店へ移動、えいえい。